宮城大学チームハズレチより斉藤陽平さんで、アプリタイトルはキューニティです。それでは斉藤さんどうぞ。よろしくお願いします。斉藤です。それでは早速本題に入ります。皆さん音楽は好きですか？みんな大好きだと思います。そんな音楽ですが、CD は衰退してるんですけども、このようにコンサート市場はものすごい盛り上がりを見せています。ライブやフェスといった音楽の体験に価値がある時代です。しかしいくつか問題があります。一つ目はお金がかかること。ライブ行こうとしたら数千円かかりますし、フェスに行こうとしたら1日1万円以上かかります。全然気軽じゃないですよね。でもう一つ、お金を払って素晴らしい体験をしたときに誰かとその体験を共有したい、誰かとか、語り合いたいと思うはずです。しかし、お持ちのスマホで SNS を使ってそれで満足できるでしょうか？私には満足できないです。そういったように誰かと熱く語り合いたいって時にそれができないっていうのは本当に寂しい思いをします。つまりこの2つの課題を私たちは考えました。ただ実はこちらの音楽の体験にはお金がかかるっていう課題なんですけども、簡単に解決できる方法があります。皆さんも必ず一度は体験したことがあって、街中で気軽にお金もかからずできるものです。それが路上ライブです。路上ライブは街でたまたま見かけて体験するものでしたが、今音楽の体験に価値があるんです。したがって素晴らしい体験をさせてくれるこの路上ライブにも新しい価値があると考えます。つまり私たちは路上ライブ市場の確立と音楽ファンコミュニティのサポートを行います。この2つによって音楽に関わる人たちの課題を解決します。そしてこのキューニティですが、アプリは非常にシンプルになっています。アプリを開くとすぐにマップが表示されています。イベントはアイコンで表示されています。このことによって誰でも音楽を発信したい人やイベントを起こしたい人は簡単に発信することができます。さらに自分の近くで何が起きているのか簡単に探せるようになっています。この2つです。路上ライブ、例えば自分の近く、じゃあ江東大公園の松屋の隣に路上ライブをやっている、そんな時にはぜひ、立ち寄ってみて音楽を聴いてみてください。素晴らしい体験ができると思います。もう一つはトークグループです。例えば大きなフェスや大きなライブなどで同じ音楽の趣味を持った人と熱く語り合いたい、そんな時があると思います。そういう時はぜひこのトークグループに参加して熱く語り合いましょう。これがキューニティの機能のすべてです。そしてキューニティのこれからなんですけども、キューニティは伸びしろしかありません。今までさまざまなコミュニティアプリはいくつもあったんですけども、キューニティは位置情報を利用してリアルタイムで起こる音楽のイベントをサポートするアプリです。そしてマネタイズも独自の方法で行えると考えています。名前を音楽にちなんでシャウト機能と名付けました。ポケモン GO ではアイテムを使うと自分の周りにこうポケモンが寄ってくるなってるんですけども、自分のシャウト機能を使えば、自分に興味を持ってくれた人が、そのイベントに集まってきてくれる、そういった機能になっています。そして最後になりますが、このキューニティはリアルの音楽の体験と巡り合うためのアプリです。音楽を発信したい人、音楽を体験したい人のための新しいプラットフォームになります。このことで今まで偶然出会うしかなかった音楽の体験や偶然出会ってた音楽の仲間と必然に出会えるようになります。これで路上ライブ市場を確立して音楽の課題を解決します。はい、以上で発表を終わります。宮城大学の斉藤でした。はい、ありがとうございました。学生さんの方をじゃあ上がっていただいて、それでは審査員の方々一人ずつコメントの方よろしくお願いします。山田です。お疲れ様でした。これもね、非常にこうシンプルで分かりやすいのかなと思いました。で、最後のところでそのマネタイズっていう話もねあったと思うんですけれども、応用によっていろいろ使い方があるんだろうなと思ったんですが、もうちょっとその辺を詳しくというか、こんな可能性があるよなんていうところを教えていただければと思います。マネタイズに関してはいくつも考えていました。
例えばあとまだ実現できてない機能なんですけども、リアルタイムでライブ配信ができるんじゃないかと考えました。路上ライブって人だかりができるんですけど、みんなスマホを向けます。でもスマホで写真撮ったり動画を撮ってても、それって自分のただ保存するかツイッターとかに行くか、それだけでした。でもリアルタイム配信を行うことで、周りで起きているライブの様子を確認する、そういったところから、例えばチップをつける機能も考えていました。ライブを配信してくれた人にチップだとか、あとは実際に路上でパフォーマンスをしている人に対するチップ、でそこで、手数料といいますか、あと間を取ってしまうというようなマネタイズの方法とかも考えています。はい、ありがとうございます。仙台はね、学徒仙台、音楽の都とも言いますからね、あの上善ジャズフェスティバルなんかもありますし、ね、そんなイベントでね、何かうまく使えるとね、はい、そういう可能性あるんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、コラボレーションとかできると面白いですね。じゃあ次に続きまして、チョマドさん、よろしくお願いします。はい、本当になんかすごい、さっきあの実物触らせていただいたんですけど、なんかチャットのリスポンスとかすごく早くてよくできてるなって本当に思いました。あとなんかそのマネタイズのやつとかもこれからのことも考えてるし、あと UI も本当にシンプルで分かりやすくていいなって思いました。で、そう聞きたいのがあれなんです、苦労したところとか開発して苦労したところとか聞いてみたいです。どこが大変だったとか、はい、そうですね、あの非常に開発が大変で、今回あの位置情報とあと Google マップの API を利用して、あとユーザーの情報をこうサーバーにこう格納してっていうような、本当に情報がたくさん詰まったアプリになってたので、それをきちんと成立させるっていうところをまず目指して作りました。で、今回は発表に合わせてなんとかその姿をお見せできることができたんですけども、そうですね、特にそうですね、今日の朝までバグ消しをずっとやっていて、なんとか素晴らしい、はい、間に合わせて完璧な状態でこうご用意することができたっていう風になったので、本当にそこら辺は苦労しました。いいですね、すごい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。最後に南條さん、よろしくお願いします。はい、そうですね、ちょっと聞きたかったのが、あのやっぱ SNS 系なんだろうなと、まあ、ソーシャルコミュニケーション系なんだろうなというふうに思いましたと。で、あの、まあ、Twitter とか Facebook とか、まあ、あのインスタとかでも同様に、まあ、場所情報であったりとか、まあ、あ発信できるわけですよね、コミュニティを作ったりとか。そこら辺との差別化に関してはどういうふうに思っていますか。はい、あのこのアプリはやっぱり一番の大きなポイントは、その実際のマップとリンクして使ってもらうっていうことで、自分の居場所から、あ近いところでやっている、そんなイベントに実際に参加してもらうっていうのを、基本的な狙いにしています。はい、そこが他 の, あの SNS にはないよっていうところ、はい、ないポイントだと思います。なるほど、なるほど。はい、なのでそうですね、僕そのジャズフェスっていう言葉を聞くときに、いっぱいあのギターのマークがね、地図上にブルルルルッと並ぶ時が来るのかなってちょっと想像してワクワクしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。どれも熱い思いのこもったプレゼンテーションでしたね。そうでしたね、本当にありがとうございました。これで4チームの、プレゼンテーション終わりになります。改めまして、あの皆さん発表してくれた学生さんたちにもう一度盛大な拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。